はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日もね、お題いただきました作品の完成報告動画となります。はい、大変ね、お待たせいたしました。曲線トラッカーウォレットの、フルバージョン両銀面仕様となっております。で、オール湘南ではなく、このフロントだけね、ルガドのグリーンが差し色として入っております。はい。で、いつも通りね、外装の方、とフロントポケット5ミリ幅でダンスキーかけてありますので、非常にね盛り上がった感じになっております。コンチョの方はクォーターダラーコンチョ、一番ねあのスタンダードなコンチョとなっております。先にこっち見ちゃおうか。はい、コバの方ですね、フノリとミツロウでいつも通り磨き込みにかけてあります。もう現状ねツルツルのピカピカになっております。こんな感じね、分かったな。はい、よいしょ。はい、外装の方はね、意外とフラットな表情ですね。うん、湘南多士って感じの顔面になっております。で、中の方はこんな感じね、両銀面、この裏張りっていうのはこの部分ね、ここの部分にも革が張ってあるので、床面っていうちょっとザラザラした面が見えないような感じですね。で、ここがお札、ここね。はい、中央フルバージョンですので両待ちついております。で、中央にこんな感じでカードスリットが4枚、計8枚で、ここにもお札も入れられますので、収納力はねかなりあるかと思います。で、金具の色はゴールドで、こんな感じでね引き手作ってあります。ちょっとね長さ揃えるとね面白くないかなと思って、まあ、これね、いい感じにできてるんで、今度から、ジップバージョンは全てこれで統一していこうかなとか今思っております。こんなね、引き手で。はい、フルバージョンですので、片待ちね、ついておりますので、大きく開きます。やはりね、待ち、あった方がね、いろいろ便利です。ジップタイプ。ここが詰まってると、うん、どうしてもね、取る限界、手を入れる限界があるのでね、マッチがあった方がいいのかなとは思ったりもします。はい、以上こんな感じで完成いたしました。はい、でもちろんね、この間の部分っていうのかな、この継ぎ目の部分にもカードね全部入る感じになっております。でもフロントポケットの方も通常のカード入れよりもさらに大きい状態なので、名刺とかもね入るぐらいのサイズですね。はい、このやっぱねフロントのルガドのね表情がいいですよね。はい、一応ねこんな感じで、完成しております。動画の方でねご確認いただいて、発送とねなりますので、こんな感じでね完成いたしました。はい、ぜひ動画の方でご確認の方をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。